シュリンクジュエリーのテクニックを使って髪飾りを作っていきます。こちらが材料になります。カット済みのプラ板にスズランの葉を使って脈を作っています。葉の方には薄め液を使ってスタンプインクでグラデーションをつけています。ほんの少しですが色をつけていきます。こちらのプラ板には全くヤスリがかかっていません。葉の方にはヤスリがかかっています。裏表が分かりづらいですが、触ってみてなんとなくスタンプのざらつきが感じられます。スタンプを押した方に色をつけます。だいたい1秒ぐらいずつスポンジにインクを吸わせていくという感じです。アルコールで溶かして染めていきます。ヤスリをかけていないとほとんど色は分かりません。重なって初めて色が出てくる感じです。だいたい手のひらサイズで染み込ませたインクがなくなってしまうので、2枚ぐらい染めたところでインクを追加します。2回目の時のスプレーは1回だけです。花びらの模様は同じ色のゴールドのインクで模様をつけたものです。染め終わって裏返して表側ですね、表側の方に滑り止めの傷をつけます。力を入れる必要はありません。葉の場合には前もって穴を開けておくと、縮んでから穴を開けるときに楽になります。こちらの脈と脈の交差したところ、ここに 1.5 ミリの精密トリルで穴を開けます。縮んでいないので簡単に開きますので気をつけましょう。エンボスヒーターは前もって温めておきます。スイッチを入れてからだいたい3分から5分、それから使うようにしましょう。エンボスヒーターの温度は300度です。プラ板は150度なので、近づけすぎると縮むだけでなく溶けてしまいます。気をつけて12センチ以上離して熱を加えましょう。では縮めていきます。まず先ほど使ったペーパータオルを四つ折りにします。これがクッション兼断熱材になります。今回は花びら2枚とミルククラウンを一度に縮めます。このままだと開きすぎているので、少しずつ菜箸を当てて周りから軽く押すようにして、このぐらいの大きさになるまで縮めます。開いたままだとうまく花びらを扱うことができません。結構小さくなっています。では花びらを2枚重ねて真ん中になるようにずらします。菜箸を真ん中に立てて
ミルククラウンごとですね。で、エンボスヒーターを垂直に当てます。花びらがくっついてないかどうかを確認。かなり柔らかくなっていますので慌てる必要はありません。少しずつ気に入った角度になるまで持ち上げましょう。だいたい横から見て120度ぐらいの角度です。ではもう一度、中央にミルククラウンを置いて菜箸を立てます。しっかり押さえつけましょう。まず花びらと花びらがくっついていないかどうかを確認します。それから少しずつ持ち上げます。柔らかいのですぐ寝てしまいますので、気に入った角度になるまで繰り返しましょう。慌てる必要はありません。次に葉を縮めます。ツルツルな面ですね、これを上にして菜箸を重しとして乗せます。12センチの位置から大体半分ぐらいの大きさになったところで菜箸をどかして続きを。平らになったら10数えます。3、4、5、6、7、8、9、10秒待ってから3ミリ重ねて軽く押します。その後先端を少しだけ曲げます。これで立体的な葉の形になります。ではもう一度、少しだけ押して先端をたわめます。お花の方です。中央に1ミリの精密トリルで穴を開けます。ミルククラウンの中央の穴に合わせて少しずつ、この部分は全く縮んでいませんので簡単に開きますので手に穴を開けないように気をつけましょう。逆回転で戻して中央の穴に当てて少しずつ、エンボスヒーターで縮めた後塞がってしまった穴を開け直します。穴は塞がっていますがちゃんと跡は残っていますので簡単に開きます。花の方ですね、このパールを使いますのでこれも
だいたい5割以上の確率で穴が塞がっています。1ミリの精密刀を入れて念のため穴を通しておきます。Tピンですね。 Tピンにパールを通して、で先ほど開けた穴に通します。はい、平ペンチで根元を持って、できるだけギリギリのところで直角に曲げます。もともと短い T ピンを使っていますので、今回は切る必要がありません。この残っている部分はだいたい7ミリです。次に丸ペンチを使って、直角に上に向かって曲げます。丸の大きさを決めるために先端から5ミリの位置で持ち直して、手のひらが上、これが下に向くまで180度ですね。で、緩まないように閉じます。ではもう一度 T ピンにパールを通して、先ほど開けた穴に通します。平ペンチでできるだけ根元を持って曲げます。この時緩まないように気をつけましょう。で、残っているこの部分がだいたい7ミリになるように、もし長かったらカットしてください。で、緩まないように閉じます。これで準備ができました。で、使うパールの方も前もって穴を開けておきます。次にワイヤーの準備ですね。こちらはアーティスティックワイヤーといって、金属でもちろんできているんですが、加工によって金属の匂いがしないようになっています。だいたい80センチ、足りなければ足すことができますので、これは大体で大丈夫です。緩まないように戻します。まず外の飾りの分からいきます。こちらの小さいパール3ミリですね、これを3個取ってワイヤーに通します。だいたい真ん中辺でしっかり押さえて、で、パールを持ってで2回転します。これでパールが固定されます。1センチ5ミリぐらい離れたところに、だいたい5ミリぐらいですね、隙間を開けてねじります。だいたい45度ぐらいになったところでねじるのをやめます。もう一度3個取ってワイヤーに通します。同じ長さにならないようにしっかり持って2回転それから交差するところまでねじります。根元までですね。それから2回転で、ワイヤーの長さを見て、長い方、必ず長い方を使っていきます。次に少し大きいパールを使います。先ほどは通したまま使いましたが、一度外してあるので一つずつ通すことになります。通した状態がいっぺんに通すことができるので便利です。
これも先ほどのと同じ長さにならないように2回転してから合流するところまでですね。で、回転させて、これがちょうど真ん中に来る位置。よいしょ。こんな感じですかね。で、1センチぐらいねじってから、次は歯です。で、歯の方に通すビーズは一番小さい3ミリのビーズになります。まず歯を裏から通します。次にパールを一つ。で、このままできるだけ根元まで持っていってから反対側に通します。で、指を輪の中に入れて引っ張ります。だいたい1センチぐらいのところにパールが来るようにして、このまま歯の方を持ち上げます。しっかり根元を持って2回転。まず歯を固定します。それから根元までねじります。今こんな感じですね。だいたい5ミリぐらいねじって、で、まず小さいパールを3個。だいたい3センチぐらいの位置ですね。で、しっかり根元を持って2回転。1センチ5ミリぐらいねじります。この部分ですね。で、今度は、大きい方、中くらいの大きさのビーズを3個。同じ長さにならないようにしっかり根元を持って2回。交差するところまでねじります。それから5ミリぐらいねじって、今こちらのが、左側に出てます。ですからこのワイヤーを右に持ってきておいてからパールを通します。また中くらいのですね。長さが同じにならないようにねじって、で、これで合流ですね。こういう感じで、で、また1センチぐらいねじります。で、今度は葉っぱを通します。長い方を使いますね。裏から通して、小さい方のパールを一つ。で、根元まで持ってきてから反対側に通します。指を入れたまま引っ張るようにしましょう。ワイヤーはねじれると簡単にちぎれてしまいます。だいたい1センチぐらいのところにビーズが来るように歯の方を持ち上げます。根元をしっかり持って2回転。合流するところまでねじって、ね、こんな感じですかね。はい。で、また5ミリぐらい。で、つける金具はこちらになります。
お花がこんな感じですね。ですからこれ自身はそんなに長くする必要はないわけです。それでここのねじった部分ですね。でここにお花が来てしまうので、ここに葉があってもよく見えなくなっちゃいますよね。ですから葉が上に来ないように、この位置ですね、短い方を使って同じ場所で2回転もう1回しっかり引っ張るようにして2回転して固定しておきます。こちらですね。でこちらの分はこのまま端まで回しておきます。でこの部分にもう一つこのパールのお花を作ります。ではまず3個ですね。でこちらとバランスを見て、まあ、3センチぐらいのところにつぼみをつける感じですね。しっかり押さえてねじって、最後の葉裏から通します。パールを1個、根元まで持ってきて反対側に通してねじれないように気をつけながら引っ張ります。で1センチぐらい残して葉を持ち上げて根元をしっかり持って2回転それから交差するところまでねじって、でこのままですね、先ほどの金具のギリギリのところまでねじっちゃいます。お花をつける準備ができました。今残ってる方の長い方、こちらにお花を2個通します。隙間が空いていると抜けてしまいますので気をつけましょう。はい、このお花を上に乗せます。とりあえずお花を乗せたワイヤー、これを2回同じ場所ですね、こちらには引っかからないようにして、この時にあまりぎゅうぎゅう引っ張らないように、今こんな感じですね。で、お花を固定します。お花の根元を1回転して、で土台の方に、こういう感じですね。このお花の根元がちょっと寂しいので、こちらもまだフラフラしてますので、これもこの金具にしっかりと巻きつけるようにしてから、このお花とお花の間まで持っていきます。ここで1回転ですね。ここにパールを通してしまえばいいわけです。でこの時にある程度、まあ、こちらの中心のビーズよりはちょっと小さい方がいいんですが、根元を隠すという点で小さいビーズをするよりは大きいビーズの方がいいと思います。根元をしっかり留めるためにまず一番小さいビーズですね、これを2個通して、次に中間のビーズ、
それから大きいビーズ。中間のビーズですね。それから、一番小さいビーズを2個。こういう感じですね。で、ここのギリギリのところではなくて5ミリぐらい離れたところ、ここでねじっちゃいます。あんまりギリギリだとビーズが上に出てきませんので、しっかり持ってよいしょ、数確認ですね。でここでしっかり根元をねじって、でこの根元に行くまでねじって、そうするとこういう感じになります。でこの残ってる短いワイヤーはこのまんま回してしまいます。でこちら側もこれも同じようにこれを作ります。こちらが両方揃ったところです。最後に残ってるワイヤーの後始末です。これは4センチあれば十分なので、それより長い時はカットしてください。では指の上で丸ペンチを使って直角にもう一回回転させます。でねじれた部分があった場合には折れてしまいますので、こういう感じですね。で180度回ったところで端を見てもらうと丸まっていない部分ができているはずです。で丸まっていない部分は切ってしまいます。もう一度巻き直します。平ペンチを当てて、ここを押さえ込んだまま渦巻きを作っていきます。切りっぱなしだと危ないので、こういう感じですね。髪の毛に引っかからないようにきちんと後始末をします。はい、丸まってないところはカットですね。それからきちんとした丸に直して、で平ペンチで押さえながら巻いていきます。で髪の毛にぶつからないようにですね。であとは形を整えて出来上がりですね。こちらが髪飾りになります。裏側はこんな感じです。